皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。うわー、はい、ということでね、毘沙門天会に、入っておいた、入っておいたというか入った、なんだっけこれ、モンストクローバージェネシス、まあ、通称人造人間16号なんですけれども、これを使ってちょっと行ってみたって動画を、撮影しておきましたので、後付け実況でお送りしたいと思います。キラーが出るからめちゃくちゃ強かったですね。で、毘沙門天会自体はすごく久しぶりで、どういう風にやっていいかなっていうのは分かんなかったっていうところと、あとこの人造人間16号、4体積んでるわけですが、まあ、艦隊なんでね、感染切りを食らうとも大ダメージを食らってしまうので、一足先に、なんだっけ、ゼロだっけ、あいつを倒していかないといけないかなと。確かゼロだよね、感染切り投げてくるのって。あれ結構危険なんで、毎ターン必ず倒していくというスタイルを、守りながら戦っている動画でございます。それ以上特に喋ることないですね。あとはもうセオリー通り動いてるだけなんで、ベラ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 ね、気持ち悪いとこで喋っても何の意味もないと思うんで、ここからはね、何を喋ろうかな。特に喋ることないな。そうだな、じゃあ最近のね、この俺のモンストに対するね、気持ちとか喋ってみようか。何も考えてないけど、それ喋ってみようか。最近のモンストはね、そうだね、そう、新しい要素はちょっと少ないかな。俺がね、モンストに求めるものはキャラクターを動かしてほしい。とにかくってわけじゃないけど、DS のさ、あったじゃん、モンスターストライクの DS のゲームだと、キャラクター結構さ、目まぐるしく動いてたの。あらの感じやっぱいいよな。とはいえ、まあ、なんて言うんだろう、画質が落ちてしまったりとか、ゲーム自体が重くなってしまう可能性があるので、必要なスペックもそれなりにちょっと高まってしまって、いろいろと不具合が生じるのかなという懸念はありますけども、ただね、2億3億結構賞金とかで使うお金あるみたいなんで、まあ、それだけで済むかどうかは分からんが、キャラクターを動かしてほしいな。そういう技術はもう持ってると思うんで、エクストラクターね、まあ、あくまでも個人的なね、希望なんですけれども、そう簡単でないこともね、正直ね、X 楽戦、これ話したこと実はあった、私から。だから、すべて作り直さなくちゃいけないみたいな、確かだったかな。基本的にそう簡単ではないんですよ、それは。なので、まあ、簡単には言えないんですけれども、言える内容じゃないと思うんですけれども、まあ、いつか、キャラクター動くようになってほしいなというところが、まあ個人的な希望かなというところだね。今のモンストに求めるのは、なんか全体的なイメージの格変が欲しいなというところなんだよね。個人的に。はい。で、これ、確かね、ちょっと一周ゲームの話に戻るけど、左上に入ったんだったかな、右上に入ったんだったかな。確かね、どっちかの間を狙って、そう、入ったんですけども、よく考えたらこいつね、一撃死死特急 L つけてたんですよ。だから、ゼロ。こいつね、ゼロだよ、こいつね。失神しちゃって、無駄な動きにしまったっていう、悲しい話です。これはね、神調整だ。はい。これが痛い。ゼロじゃねえわ、感染切り。こいつだ、ストライクみたいなやつ、流しちゃった。こいつか、マジかよ。そりゃ問題ありだな。はい。何気、毘沙門天会自体は攻撃力低いよね、ほんとこれ。まあ、やりやすい、個人的には。強。キラー乗りすぎだろって話だよね。このダメージはでかいからな。まあ、全体を通して雑魚処理をしっかりやってれば、まあ、勝てちゃうというステージなので、やりやすいよね、他の会と比べて。一番難しい会は俺、不動明王会かもしれない。個人的に。あれ、マジむずいよ。マジ騎士だよあれ、シンプルにマジ騎士だよあれ。はい。そして、次のステージ、そろそろステージの解説に戻ろうかな。俺がどういう風に意識して動いていたかというところですね。ここは、ゼロ狙いながらもちゃんとね、こいつの HP を減らしていくというところですね。これでかいよね。1ターンで2体倒した場合は、敵の遅延が1ターンとかだと、またこの難易度変わってきたんだろうけど、まあまあまあ、ね、2体倒したら2ターン遅延になるんで、すごく簡単だよね。
さあ、あと横断で起きてるんで、ガチャ倒せ。もう雑魚がいなくなった時のビシャモンテンカイの弱さはね、普通のビシャモンテンの半分以下なんじゃないかなと思う。弱さが半分か、いや強さが半分以下だなんじゃないかなと思うぐらいですね。ボス1 32ターン撃破ということで、スピークリできるかな、できるかな、できるかな、はってはってほほーって面白いんです。これ確か、のっぽさんね、のっぽさんのやつって言ってたから一人でできるもんじゃないんで。はい、もうここから位置が神ですからね。言うてもう横貫したりとかするだけで雑魚処理できちゃうんだよ。ある程度位置取りができてればね、神なのかというところですね。さあ、ここもしっかりと倒していく、倒していく。結構さ、このモンスト、なんて、戦隊ものシリーズが強くない？全体的にね。えジェネシスも強いし、ジェネシスね、モンストクロアも強いし、フィリップ・カナミツも強いし、いろいろね、使えるというか、まあ使いやすいキャラクターだよね、全部。結構総じて16バリア持ってんだっけ。だから俺はね、16バリア好きなんで、アンチ・ビルカネは。動けなくなることほどストーじゃないからね、ジューってやつね、あれが一番嫌い。ダメージオールは全面払えなければ避けることができんじゃん。重力バリアはさ、もうカンカンしてダメージ与えるには必ず通んなくちゃいけない道だしさ、やりづらブラザーズだなと思ってたとこなんだよね。さあ、これエッセンス使ったはず、なるべく敵を倒したかった。ファイナルグローバーインパクト、ファイナルグローバーインパクト、すごい。でまたね、一撃失神出たんで、しかもあいつにわざわざゼロに出るっていうね、全く感じされますねと。で弱点ちょうど来たんで、これ確か横貫したはず、狙ってみた。これえぐいよな、760万ってキラーも乗ってるし、攻撃力も高いし、やばいよこの人。さすがヘルズフラッシュですね。さあ、そして次ドドンと、フィリップ金光じゃねえや、モンストクローバー自体はトニー緑川か。トニー緑川のアイコンを見ると、やっぱこれ年取ったんだよね。これだいぶ若かったもんね、あの時も。なんだかんだ垂れ目のなんかちょっとイケてる兄ちゃんだったもんね。なんかしないけど、急に人造人間16号とかシュワちゃんみたいな歌になっちゃったけどね。さあ、しっかりとね削り倒していく。まあとにかく強い、防御力弾強いよ。なんとかブラストだっけ、強いよね。やっぱり SS 使っていく。パワー全開、ファイナルクローバーインパクト、いいね。ファイナルクローバーインパクトと、これはね結構強いで、何気なく俺苦労してた部分あったんですよ。メルエムとか使いたいんだよ当初は。なんか他に使いにいないかなっていうようなステージだったはずなんだけど、強すぎる。これがモンストクローバージェネシスが、もうこれ以外これ持ってない人ちょっと不利みたいないう話になっちゃうんですね、これね。はい、でこれでもうサクッと倒してほしいですね。はい、だから10分かからず、まあ周回できたんで、周回っていうか倒すことができたんで、まあ10分かかると結構きついんですけども、まあ個人的にはやりやすくなったかなというところなんですが、ただこの艦隊まだ私ね、クローバー自体は69といやらしい数字の楽なんで、まだ運極じゃないんでね、やりづらいというところでございますね。はい、初めて倒したわけじゃないけども、副友情は多分新しいやつだったかな、これ確かレーザーだった気がする。はい、ということで、モンストクローバージェネシスを使って、ビシャモンテンカイやってみた動画でした。バイバイ。